じゃあちょっと説明して、どういう感じなの。ですね、ハムストリングですね、50m 走を測った時に、ちょっと多分走り慣れてないので、サッカーって多分 20〜30m の距離で体が浮き上がる手前で多分終わってるんで、50m 走って距離になるとこう前傾姿勢から体が浮き上がってスピードに乗った時から、そこの最後の 10m のところでもっと力を出そうとした時の多分もう足のこの着地でドスンっていって、肉離れというか多分筋硬直しましたね。2週間前にやりまして、でサッカーの試合やったら全然無理で、で10日後にやろうとサッカーをまたやろうとしたらちょっと全然無理だったっていう話です。よくはなってたんですけど、肉離れって何回かやってるでしょ。はい。そういう感じではない。離れまでいかない感じでもガンってロックした感じですね。なるほど。でどうやると今辛いの？ですね。ちょっとこの内に入ってる時にやっぱり痛かった。こっちが。で痛いのは内側外側？ですね。ここですね。ここの外側だよね。この外の下の方を痛めて。でちょびっと上の方切ったんですけど、でサッカーでやった時に、無理してやんなければ全然治ったんですけど、軸足で踏み込んだ時、そのコーナーキック蹴る時に踏み込んだ時に無理って思いました。ああ本当。はい、踏み込んだ時にでちょっとさ仰向けになってて、こっちは多分ね柔らかいね。そうですね。こっちは硬い。そうなんですよ。これかかんない。はい、ほら硬いね。このスペース、はい、両膝曲げて、でこれが痛い。ああ痛いです。本当にまさにピンポイントしたね。そう、はい、でしかもここも、はい、これが痛くて、あこれはもう完全に分かりました。はい、もうこの癖をね直さない限り、一生またダッシュすると同じ怪我をしてしまう。これがこういうふうになりすぎている時にこの症状がつく。ね、そうだからこれを直していかなきゃいけない。パズルみたいですね。パズルなんだけど、でもそんな直し方でもいいんだけど、ちょっと手をこうして、こうして、そうっすね。手のひら一つ分ぐらい、一つ分ぐらい違う。意外に左こっち硬いよね。固まっちゃった。固まっちゃったんだね。なんかの拍子で多分2年前ぐらいに痛めたんです。あ、左肩？はい、多分。そして。こう、肘を伸ばす。肘を伸ばして、耳につける。おお、すごい。逆に左側触った。触った。OK。そして痛いんだよ。ちょっと待って、すごい。何肩がいいですか。これは肩甲下筋。これは硬いと肩の影響で骨盤が出ちゃってるのかもしれない。パソコンですかこれ。パソコンもそうだね。こんな硬い方がないんだけどね。アスリートが。いやもう作家じゃないですかね。それでどうでしょう。画面に向かってる。そう、これで足比べて閉じて、これでどうもうだいぶ取れましたね。だいぶ取れたよね。まだ長いけどすごいっすね。そうつまり影響し合ってる。そして次は体強いな。そうすごいよね体ってね。ここだ。こうああ痛い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 。もうねほぼ指を置いてるだけよ。本当ですか。うわー、痛い。本当アスファルト走っちゃったからいけないんですよ。ああ、そういうのあるのかもしれないね。一回立ってみて、これ。よいしょ。それで、さっきの痛い格好で見て。お、だいぶ長いましたね。こうして、ね。そして、つま先を内側に入れる。はい、オッケー。はい、これで立ってやってみて。もうなくなりましたね、だいぶ。なくなったでしょ。つまり固まってるところを柔らかくしたかったら、そっちと反対側を力入れていくと勝手に抜けていくと。すごい。そう。もうちょっとそれをやればいいね。もう一回うつ伏せ。オッケー。はい、立って立って。結構きつい。いや、それででも良くなってるよ。あ、めっちゃ良くなってるし。めっちゃ良くなってる。すごい。入んなくなったしね。ここも。いいでしょ。はい。めっちゃ良くなりました。そうですよ。じゃあラストラストもう一回だけ。はい、これすげえな。なるほど、このメカニズムがねすごいっすね、これね。そうでしょ、そうそう。これでまだ走れそう。はい、あ、まだ走んだ。これは無理しないで1週間ぐらいちょっと休みにれば。うん、でセルフのね運動も大事だから。はい、セルフでこれやらないと。そうそうそう、癖になったりとかするね。そう、なんかこっちに一方的に力が入ってかかる。そうそう、分散されてないってことですね。そう、生活を反省してください。はい。これは良くないよ。それは体取ってきてる。これ平気？平気です。皆さん、よし、よし。あ、もうめっちゃ消えましたね。消えたでしょ？もう超消えましたね。そういうことなんだな。かなり消えましたね。勝手な、ほら。ああ、これはやばい。そうそうそう、元を開く。そう、はい、よ、開く。ほら、開かなして、あ、元、はい、元、はい、そうそうそう、しっかり、しっかり、しっかり。あと、元、オッケー。そうすると。うん、さっきのいいよ。うん、だから宿題は、それですので、足からこれに。どう。ほら。そうってんじゃない。はい、ぴったりした。ぴったりじゃん。はい。っていう感じだね。一番自分でやるときは。そう、OK。絶対に。1、はい、1、はい、2。そうだね。なるほど。うん、そう、だから、この角度。そう、そうそう。で、膝をなるべく倒していく。そう、こういう感じ。あ、そうですね。こっちに入りますね。はい、でしょ。はい。こっちは少し緩いでしょ。はい、はい。はい、1、はい、2。こうだよ。なるほど。1、2、そう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 、そう、それをやっていけば外側が詰まったやつがなくなってくるんだよ。ああ、なるほど。これだけもう一回やってみて。こっちもないですね。ない。でこれで、あ、もうほぼなくなってますね。なくなってる。はい。もうかなり消えましたね。やばいですね。もうこれで多分そのエクササイズしてるうちになくなってくるから。でこうやって。そう、いやー硬かったね。いやー固まっちゃいましたね。なんか走りすぎかな。結構緩んでたんですけどね、2週間前。あ、そう。で何がきっかけだったんですかね。裸足ランかな、慣れてないからかな。あ、そうかもしれない。裸足ランっつって結構きますよね。沈むとやっぱり大体初期頑張っちゃうから。で裸足ランの走り方がまだなってないからですよね。まあ環境が変わるからね。土でジョギングっすね、まずは。オッケー。ありがとうございます。今日はありがとうございました。首筋ないハムストリングのところなかなか抜けなかったんですけど、この多分15分ぐらいでもともと痛みあった体勢がもう本当ほぼ 100% 消えたんで、ちょっとびっくりしてます。体はなんかこうなんかメカニズムっていうのすごいなと思って、なんかこう痛みのところじゃないこの逆の部分だとか、そうやってパズルみたいに解くとこうやって痛みが消えるんだなっていうのをちょっと改めて、すごい健さんの成長はすごいなと思いました。足の指の長さがね、その長さがやっぱいいよね。そうですね、このぐらいずれてたんで。いやもう今日はありがとうございました。はい、お疲れ様でした。さよなら。さよなら。イエイ。チャンネル登録お願いします。